夢ラジオ第309回、今日は平成29年4月6日木曜日です。時刻は午後9時回ったところ。横浜港北、夜が降りました。街明かりが綺麗ですね。今日3回目の夢ラジオの放送です。暖かな一日でした。リスナーの皆さんのところどんな感じでしたか？309回目の夢ラジオ、今回はポーランドの歴史取り上げます。ポーランドの歴史を語るとき、どこで始めるかはいろいろ意見ありそうですが、まあ13世紀真ん中、ワールシュタットの戦い、ここから始めていいでしょう。ワールシュタットの戦い、モンゴル軍をポーランド軍およびドイツ騎士団の連合軍が迎え撃った。ポーランド軍とドイツ騎士団の軍がモンゴル軍を迎え撃ったワールシュタットの戦い、13世紀の半ばですね。ボロ負けしました。まあ、当時のモンゴル軍は最強で、ヨーロッパ軍の比ではなかったんです。バトゥーという将軍が率いていましたよ、モンゴル軍を。バトゥーはヨーロッパ遠征するつもりでしたから、ユーラシア大陸を西にやってきてね、前哨戦みたいなワールシュタット圧勝するわけです。このままモンゴル軍の進軍進めば、ドイツもフランスもイタリーもスペインも、世界史の流れはガラッと変わっていたでしょうね。ヨーロッパがモンゴルに支配される時代到来していたかもしれません。ところがこのワールシュタットの戦いでモンゴル軍勝ったんですが、モンゴル帝国2代目のオゴタイ、この時亡くなって、バトゥーが呼び戻されるんですね。戻ってきなさいと。それでモンゴル軍の進撃止まったんですよ。だからオゴタイの死があと1年2年伸びていれば、それこそヨーロッパがモンゴルに支配されるありえたでしょうね。いずれにせよ、ワールシュタットの戦い、ポーランド側から見ればボロ負けだったんですが、モンゴル側の事情によってポーランドは支配はされずに済んだ。やがて14世紀ですね、カジミエッシュという、まあ今もポーランドで敬われる王が現れるんですよ。カジミエッシュ3世、カジミエッシュ大王と言われますね。このカジミエッシュ大王は高校世界史では出てくるんでしょうか、今習うんでしょうかね。ポーランドの歴史では外せない人です。この人がポーランドという国の礎を築いたんです。だからポーランド王国がまともに始まったのはこのカジミエッシュの頃からでしょう。外交では
リトアニア、あるいは隣のドイツ、あるいはハンガリーと友好関係を結び、内政でも町づくり、そして農業を奨励し、国力を寛容したわけです。カジミエシュ大王のこの町づくり、これはしっかりした建物を建てようということで、まあ今では当たり前になりましたが、レンガ建てのね、家を作るよう奨励、木の家を石の家に変えたカジミエシュ大王は、当時こうも言われました。クラコフという町がポーランドの南部にあるんですが、今はポーランド第二の都市です。ワルシャワが第一ですね、首都ですが、当時はクラコフがポーランドの中心で、ここに大学を作ったのもカジミエシュ大王。今はクラコフ大学と言われていますが、ヤゲロー大学と言われてもいました。古い大学ですよ。私はクラコフ通過するだけで終わってしまいました。行ったは行ったんですけどね、あの時クラコフにもう少し滞在して大学を見たり、あるいはこのクラコフの近くにね、まあ全然時代は違いますが、20世紀オシュビエンチンという場所あって、ドイツ語でのアウシュビッツ、強制収容所がありますから、そこも訪問すべきだったかな。できませんでしたね、日程の都合で。まあそれはともかく、そういう大学を作ったり、カジミエシュ大王、この国づくりが大きかった。以降カジミエシュ大王の後、ポーランド王国はお隣のリトアニアとドークン連合っていうんでしょうか、王様を一つにする、そんな連合国家を作り、そしてハンガリーにも範と広げ、これが15世紀ですね。15世紀の初め、ヨーロッパで最も広い領土を持つ国、ポーランド王国がリトアニア大公国と同君連合、そしてリトアニアはヤゲロー家という家が当時あって、そことの婚姻関係だったんです。というわけでヤゲロー朝ね、ヤゲロー朝、これができるんですよ。さっきのカジミエシュ大王が亡くなった少し後のことで、そこからこのヤゲロー朝という体制において、ポーランドが東ヨーロッパに覇を唱えた、うん、だからクラコフ大学もヤゲロー大学と言われたんですね、後に。まあ、ヤゲローと言っておきます。これヤゲウオとか、まあ、いろんな呼び名があるんですけど、まあ、ポーランド語を正確に読めばという話ですが、まあヤゲロー朝と言っておきますね。でこのヤゲロー朝にとってですね、当時勃興しつつあったドイツ騎士団ですね、このドイツ騎士団、これが
やっぱちょっと、圧迫されることが起きてきたんですね。このドイツ騎士団とはね、さっきのワールシュタットの戦いなんかでは一緒には戦いましたが、まあドイツでは山歩制の、発達によって農業が伸長し、人口も増えて、だから東へ東へとこう領土を広げていく、そういう圧迫が出てきて、それがこの八下老町の時顕著だったんですよ。つまり八下老町にとって最大の脅威はドイツ騎士団で、この最終的にはドイツ騎士団とこの八下老町、つまりポーランドとリトアニアの連合軍による戦いが発生してしまいました。15世紀の真ん中、1410年ですね。1410年、これは高校世界史選択者は覚えておきましょう。年号とともに。タンネンベルクの戦いですね。タンネンベルクの戦い。ここでこのポーランド軍、そしてリトアニア軍の連合軍がドイツ軍を圧倒。東へは来るな。領土を守ったんです。ここからさっき言った八下老町の全盛期始まるんですね。15世紀の東欧は八下老の時代、ポーランドの時代、こう言っていいでしょう。ところが16世紀の真ん中にこの八下老町が断絶、そして貴族によるね、選挙制みたいになって、あまり一つの家が大きくならないように牽制し合う体制、当然国力は弱まっていきます。16世紀の終わり、17世紀、そしてもう18世紀になるとポーランドの力はガクン、かつての勢いもありません。そしてこの18世紀の終わりですね。まあ屈辱の歴史と言いましょうか。ポーランドは3度の分割によって消滅してしまったんですよ。オーストリアのヨーゼフ2世、プロイセンのフリードリヒ2世、そしてロシアのエカティリーナ2世、ポーランドを分割しちゃったんですよ。最終的になくなってしまいました。ナポレオンの時に一時的にワルシャワ大公国っていうのがふっとできましたが、その後ウィーン体制によってロシアのアレクサンドル1世、ポーランドは世のものである。アレクサンドル1世はナポレオンを倒した、ウィーン体制の功労者でもありますから、その発言権強く、ポーランドは結局ロシアのものとなりました。だから19世紀べったりもポーランドはやっぱりなかったんですよ。で、ポーランドという国が地図にまた出てくるのは20世紀、しかも第一次世界大戦が終わってからですね。民族自決が唱えられて、またポーランド復活、そしてすぐナチスドイツの台頭、ポーランドに攻め込みましたね。占領、東からはソ連のスターリンのソ連が来ましたよ。ただしここでもポーランド人粘り強く蜂起しましたね。失敗したんですが。で、
20世紀第二次世界大戦の後、ナチスドイツなくなり、ポーランドは独立しましたが、もうソ連の衛星国だから、まともなポーランドが20世紀でも発生し出現できたのはソ連がなくなってからですね。今ポーランドなんか影薄いは影薄いですね。農業国だというのもあるし、あとやっぱりまともな工業がない。バルト海があるんだから、まあ、何かすればいいのにと思うけど、まだできていませんね。だから農産物を輸出する、あと労働力をね、輸出するぐらいしか今世界情勢の中でポーランドの役割はありません。ただしですね、さっきのヤゲロウ朝ですね、かつては俺たちすごかったんだよと、まあ700年ほど前の話になっちゃいますが、それはポーランド人の心にいつもあって、ですからもう幾多の試練ですね、国家の消滅、それを何度も経験しても、そして他国の占領を経験しても負けないぞと、ポーランドはまた復活させるぞと、この辺の根性は私たちも見習うべきです。まあ受難の民族と言ってもいいかもしれません。大国に囲まれてしまいましたから、特に近代に入ってからはね。ですから、まあ、ポーランドを語るとき、かつてのヤゲロウ朝の栄光、ね、ここしかないというのは残念。あと文化面で言ってもね、アンジェイ・ワイダっていう映画監督、聞いたことありませんか？ワイダ監督、まだ社会主義の頃の監督ですが、そういう監督の作った映画とかが注目されますが、まあそれくらいでポーランド文学でまともなものありませんね。絵画もないですね。音楽にしても、まあポーランドから亡命したショパンですね。もうちょっと21世紀には、まあ、これから徐々にでも構いませんから活躍してほしい国でもあります。個人的には滞在という形でしかなくて、数日間のそんな経験でしかなかったけれど、そこで出会ったポーランド人は親日でしたよ。私はポーランド語は喋れないんですが、ドイツ語とかあるいは片言のロシア語で喋ればなんとかなりましたね。今ワルシャワとかクラコフとかどうなってるんでしょう。イメラジオ第309回、今回はポーランドの歴史取り上げました。強い風、その音が放送入っちゃったかもしれません。ご了承ください。